も英語できないの。大事だ。JKS47 の電話の時間から始まります。電話の時間第1番手はシンガーソングライターの赤田渉夫さんの名曲どん底でございます。どうぞ赤田渉夫さん、よろしくお願いいたします。高田渉夫です。生まれた時が悪いのか、それとも俺が悪いのか、みんなお前が悪いのか。まず示唆に負けた。いや、世間に負けた。しない、みんなお前が悪いのか、みんなお前が悪いのか、みんなお前が悪いのか。懺悔の値打ちもないけれど、みんなお前が悪いのか。みんな鎖重いけど、行かなきゃならぬ俺なのさ。誰のせいでもありゃしない、みんなお前が悪いのか。寝ても耐えた、そう傷つきながら、誰のせいでもありゃしない、みんなお前が悪いのか、みんなお前が悪いのか、みんなお前が悪いのか。懺悔の値打ちもないけれど、みんなお前が悪いのか。愛し合えぬ初めから、悲しき願いの計算書。ありがとうございました。ありがとうございます。それではですね、2番手、初めて、初登場ということで、
福島康樹さんの主催なされている月光の会の同人でございます、野中義彦さんに民謡はしごり切り歌とプラスローリングストーンズの一曲をお願いいたします。どうぞ野中義彦さん、どうぞよろしくお願いいたします。はい、どうもありがとうございます。宮崎県民謡カリボシ切り歌やらせていただきます。
歌わせていただきます。
私が作った歌詞はほとんどございません。ちなみにフランク・ナガイさん植物になられたんですけど、これはフランク・ナガイというよりも、まあ、植木という感じ。ヒトシーをやるときにはおいという声をまず出せと秋山道夫が言ってました。それでは行きます。 BCRXYZ これがおいらの口癖さ。今夜も刺激が欲しくてなんで死の後の言わず黙って俺についてこい。生かすじゃないか分かっちゃいるけどやめられない。PCRXYZそこのクラブは顔なじみ。酒には弱いがコロナには強いと言った。やろうもいたがどうせこの世はほんだらさほいほい生かすじゃねえか集団免疫すだらだったすいすい。 PCRXYZ 若い二人は感染者。一人の俺はどこへ行くったってどこへ行けばいいんだ。気熱化ホームの電池にコロナ。これじゃ体にいいわけないよ。生かすじゃねえかワクチンよりはポコチン。ポコチンよりはポテチン。ありがとうございました。ありがとうございました。絶妙なこんな歌でありがとうございます。それではですね、今日飛び入りでございます、黒原有座さんに、尺八をお願いいたします。黒原有座さん、どうぞよろしくお願いします。あ、入ってますか。2つでありますか。
ます。ありがとうございました。それでは芸能の時間を最後に、締めくくっていただきます。大久保千代大さんに、少女仮面よりの歌で作詞唐十郎、作曲お戻ししていきたいのを、時はよくよく乙女はババアにをお願いいたします。どうぞよろしくお願いします。時はよくよく乙女ババは乙女になるかしら。昔私に限られた数ある中でただ一人口八丁の塩西は山から帰ったアトラスストーラー赤で汚れた王子私の中に住み続ける。俺が超人グリ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 母さん聞いてよ。日体は大きな理性でのぞく体の黒理性で大きな肉体のことなのか。すると超人来たりとはしようと、俺はそう簡単に U ターンすることはできませんよ。やろめ言ったそのくせ、みるみるうちに超人は小人のように頬杖ついて、錬金術はサンデルマンに、錬眼術はメロコンに、筋肉術は誰にしよう。大きな
私たちはたぶらかされている、たぶらかされている、私たちはたぶらかされている、あるいはかすめとらわれてもいるのは自分の利だと吹聴され、吹聴され、希望され、揶揄され、抽象を受けて、あまりにもひどいことばかりがありすぎた絶え間なしに欺かれていく僕ら、もしくは盗みさらわれたり、盗みさらわれたりしたのも、それほど報いだと喧伝され、インフラされ、林立てられ、恫喝され、恐喝され、甘さされ、総括だにさせられ、英語にみずみずしい戦争写真、38度線を越す発熱系、ギラギラと病気の子供たちばかりが冬の下水道を流されて歩いていると、すっかり信じ込まされていた道には、肉眼では到底確かめきれない特殊な舗装が、加工が、細工があらかじめ施されていて、裸足では辛く、裸足では辛い、裸足では痛く、裸足では痛い、裸足では恥ずかしくて、高価な靴をゲップで購入したのは自らの責任でだと。しかし、よくよく見れば道は外れられるし、荒野にも花が咲く、金ピカな保険のために命あたら棒に振らされることなどないよ。踏み出す方法をこそ今見つめ続けなければきっと間に合わないという詩を、いきなり読んだのはあまりにも空気が変わってしまうからですが、最近思うことを一言だけ述べさせてください。痛感、責任を痛感するという言葉が完全に死語になってしまいました。そういう言葉をもし会社で誰かが使ったら、ああ、今何もせえへんねんなという意味になってしまいます。痛感、痛みを感じるという言葉はもう死語です。責任を痛感すると至ってはもう完全に死語です。そうなるとどうしたらいいんだろう。あの大昔1970年、今2020年ですから、ちょうど半世紀前、ジョン・レノンが出したアルバムでゴッドというのがあって、その中に I don't believe in Elvis、 I don't believe in ジャマンっていうのが僕にあるんですが、 I don't believe in Beatles、 Just believe in only me、 me only だという、まあ日本語に訳しても、訳してもすぐ分かる歌ですが、その中でゴッド、神がどういう意味ですかと、ゴッド is the concept byWe measure our pain と、まあそう、すなわち神は痛みを、我々の our pain、 我々の痛みを測る基準だと、メジャーだと、そう歌ってました。それは半世紀経つと痛感するという言葉には痛みを感じる理由なんて言っていいじゃない、もうない、痛切ってことも恐らくなるだろう、痛みを切るように感じる言葉だけだよ。あんたたちは何をしたか分かってるか。What is the concept by which we measure our pain? いいよね。何を放電でしょう。本日、国宝経済産業省門前を道場と定め、社が裁く祈祷絵を趣旨に立てまつ、南無平等の家一条明法蓮華経、南無空音実情第四教集釈迦牟尼仏、南無小明多方如来十方奮神三世の諸仏、南無本家自由の四大菩薩、上主上行菩薩王元末法下主の聖道師日蓮大聖人、本願垂釈天正大臣小八幡大菩薩、日本国内大聖の神儀、武道愛禅四大天皇と法華経死後の諸天禅人、総じて十方崩壊遠遊大曼荼羅勘定の諸尊、疾海慈悲両元道場知見昇乱御法味の十南無法蓮華経。妙法蓮華経如来十両本題十六字が特仏来生経証拠し、ようやく千万億歳や総
Thank you.
三在寺を総在寺の一年三千本門八本上行書伝本人主信行の肝心長行法蓮華経正大臣八幡大菩薩日本国内大将の神秘一応王子の書伝先人とことにはなむ末法不遍の大道士主持神三徳高祖に知念大菩薩摩訶薩8月27日松葉が八つ法難第760年を迎えつしみ敬って申して申さぶ文能元年4月16日承認は国家官僚の書立正安国論を全出権北条取り寄りに献身関東の旅客二人で嘆いて曰く近年より近日に至るまで天変地方近激励あまねく天下に道広く地上にはびこる夕鉢端に倒れ骸骨道に見てり死を招くの輩すでに大半に増えこれを悲しまざるの輩あえて一人もなしこの一節こそが商人が鎌倉で目にした飢え苦しみ悲嘆に暮れる人々のありのままの現状であったのだ立正安国論の献身は念仏衆との奮劇を買い北条重時その後執権長時のことに彼らは大将松葉がやつの草案を吸収し火を放ち日蓮を殺そうとした夜中に一連が昭安に数千人押し寄せて殺害せんとせしかども遺憾がしたり剣その世の害を免れずしかれども心を合せたることなれば寄せたる者もとがなくて大事の聖堂を破る鎌倉幕府は大事の聖堂たる上映式目すなわち国宝を異性者自らが破るという失態を演じてしまったのである松葉が八つ法難から数えること760年ここに国宝を自ら犯して恥じない内閣総理大臣がいる安倍晋三今月24日連続在職日数2799日をひたすらに法をねじ曲げ私利私欲のため全身全霊を傾けてきた男である満州国総務省次官東条内閣商工大臣永久戦犯でありながら極刑を免れた売国の岸信介が遅くにその弟佐藤栄作を王子に持つ安倍晋三が首相に返り咲いて7年8ヶ月安倍はひたすらに米国に隷属し戦後74年にわたり平和憲法を堅守し続けた日本を戦争ができる国へと作り変えた防衛安保情報を一元管理判定機能を強化情報を隠蔽する機密保護法さらに加えて米軍の後方支援や集団的自衛権行使を可能にする安保法制を強行採決戦前の治安維持法の復活にほかならない共謀罪を力づくで成立させるに至ったのである森掛に続き桜挙句の果てには政権を監視するはずの検察トップ検事総長も自分の息のかかったものにするためこの3月には国宝を欺き閣議によって黒川博文検事長の定年を6ヶ月延長さらにはコロナウイルスの補正予算を出自に検察官の定年を時の政府の判断で延長できる役職定年の例外措置に基づく検察庁法改正案の強行採決を図ろうとしたもし国会本国会で検察官の定年延長法案が成立すれば政界の腐敗大企業の犯罪などを検察の手で立件し司法の手で裁くことが可能になり政治権力と巨悪にを与えてきた検察と独立政府
が死に体を迎える。それは敗戦と国土の国民の幾多の犠牲をもって制定さるに至った方が終わりを迎えたことを意味する。黒川博夢は森友学園問題課の法務事務次官で、森友学園の長安根国有地払い下げに公文書改ざん等で犯罪に加担した財務省理財局長佐川信弘、この男を許せ。佐川信弘を筆頭に関係者ら38人を不起訴処分にするために暗躍した党の本人であり、まさに安倍政権の守護神を任じた男である。国家公務員として国家文書の改ざんに苦悩、ついには死をもって国法に遵守した近畿財務職員赤木俊義の死を私たちは忘れてはならない。黒川は安倍と共に正義感熱き公僕を死に追いやった殺人犯である。だが国民世論のうねりは政権の不正をもみ消す手先、政権の傀儡の一人を葬り去った。しかし政権が人事をもって官僚を支配する限り、隠蔽改ざん虚偽答弁をいとわない従順な下僕たちは後を絶たないであろう。安倍の発言に目をくらませてはならない。しかり安倍政権は中国のコロナウイルス大感染を承知していながら、中国主席習近平への気兼ねから中国人の入国を許可し、またオリンピック開催の下心から IOC 国際オリンピック協会がオリンピック中止を検討する3月23日までコロナ対策を行ってきた張本人である。このオリンピックへの下心では東京都知事小池百合子も同罪である。安倍が政権について7年8ヶ月、コロナウイルスの蔓延のもと、さらに恐ろしい事態が蔓延しようとしている。それは日本人が美徳として積み重ねてきた老人弱者を厭う、嘘を恥じる、責任を持つ、一生懸命頑張るといった倫理観が安倍が推し進めてきた経済格差と嘘の上塗りからなる国会答弁によって気迫になろうとしているという事実だ。検察庁のマージャン賭博罰せらば罰せられず、スポーツ選手芸能人は社会から追放されるのはなぜか。総理は嘘をついているのだから俺たちだっていいだろうという風潮を私は危惧する。7年8ヶ月において安倍が犯してきた大罪の数々は看過できない。壺の鉄球よ、大道寺正史よ、民衆を苦しめるやつ止めどなく、極悪ならば眉間を打つぞ。民衆を苦しめるやつ止めどなく、極悪ならば眉間を打つぞ。原爆地無人の庭に火の注ぐ、協定は海のとどろや荒い道、日の丸の揺れて戦時の顔となる、日の丸の揺れて戦時の顔となる、総合の枯れて国家の設立す、総合の枯れて国家の設立す、セミの声暗室の鬼になれという。止まれ、ここ遠天の経産省門前に南洋法蓮華経の大曼荼羅を掲げ、指針に栄光し立てまつる敗戦75年、戦没王子の諸将領追善供養正代五代。昭和20年6月23日沖縄守備軍全滅から数えて75年、本土防衛の不定期とされた沖縄は実に15万人もの住民が無残に殺された。7月26日報復要求の大春宣言、ポツダム宣言が発せられた。8月6日広島に原子爆弾投下、
8月9日長崎投下、7月ポツダム宣言を受諾していれば広島長崎への原爆投下はなされず、30万人もの人々が虐殺され、50万人もの人々が阿鼻叫喚の苦しみに泣き、後遺症にむせることはなかったのである。軍事軍属軍人軍属230万人、市民80万人、アジア太平洋諸国の向こうの民2500万人もの人々を死に追いやった大東亜戦争終結から数えること75年の8月、非戦反戦への思いを新たにしなければならない。日本政府は辺野古基地工事を即刻中止せよ。日本政府は戦争を是認する安保法制を廃法とせよ。治安維持法の復活に他ならない組織的犯罪罰則法改正案、共謀罪を廃止法とせよ。日本政府は原発再稼働を即刻中止せよ。若き自衛隊員を戦地にやってはならない。若き自衛隊員を戦死させてはならない。若き自衛隊員に人を殺させてはならない。日本機動団に集結した我ら総督は、ここ経産省正門において敗戦75年の8月、死者の狙い、死者の通行を代弁し、世界平和を記念し、死者と共闘する下校機動法要を謹んで報酬する、日中太平洋戦争戦没殉難王子の諸僧侶垂前供養生涯母外断にし孤独不自由を一切画像吉女海部長を仏道孤独な反旗を翻し、自らの死をもって政治に準じた元臨時財務局長上席国有財産管理官赤木俊夫垂前供養前沖縄県知事尾長武史三回忌垂前供養脱原発不滅の同志淵上太郎垂前供養願わくば霊魂は長く地上にとどまり悪しき売国たちに鉄槌を下さんことを、広島長崎沖縄そして本土空襲で焼き殺されし人々、阪神淡路大震災東北大震災原発関連事故死者、無能の行政のため孤独な死を遂げざるを得なかったコロナウイルス感染者の所領北蛮の死者たちは、日本人を再び戦争に巻き込み国土を死の灰で汚染する性感罪の悪しき者たちを許しはしないであろう。北蛮の死者たちは日本人を再び戦争に巻き込み国土を死の灰で汚染する性感罪の悪しき者たちを許しはしないであろう。日本機動団に集結した我ら総督は、国経産省門前を道場として死者の願い、死者の通行を代弁し、世界平和を記念し、死者と共闘する下校機動法要を通信で報酬する、今日に曰く主上皇をつけ大火に焼かれる時も、我がこの土は安穏にして天人常に十万せり、工事家が多くして主上の遊楽するところなり、死神に供養し建てませる天災戦没震災原発崩壊軽視殉難防止の諸僧侶垂前供養生涯母内重ねて祈願し建てませる天所同時異議休時登場不可得不能外所与御敵改出財物樹地北家描写不可了逆不順安守の安説法者図波佐支部二割樹脂図波佐支部二割樹脂となれ敬ってこれを申す。南無妙法蓮華経2020年8月25日秋草日蓮大聖人松葉ヶ安法難第760年の正月敗戦75年の8月日本祈祷団四十七これを申す。
以上の貨物はこの城に限る。しかし Thank you.
心に同心知恵の面前とともに幾度に唱えとけまする南無妙法蓮華経の本題目お崩しとてまつる妙法蓮華経積むところの苦毒阪神淡路大震災東日本大震災地震津波災害火山火災災害頻発戦後風雪土砂豪雨災害水俣病棟郊外薬害また今時液雷蔓延の折新型コロナウイルス関連感染者の年々東京電力福島第一原子力発電所事故等天災人災災害往診に愛しいところの出生量に移行しとてまする南無無縁南無無縁の生量物価増進追善母大南無妙法蓮華経また災害被災者の方々に一日も早く平穏と安楽な日々の暮らしが訪れることをここに記念するとともに未だ帰らぬ災害行方不明者の無事を合わせて記念し立てまする南無妙法蓮華経そして今楽は我ら JKS47日本祈祷団四十七士は死者のメディアタラントを決意し無国の民の声を聞き嬉しい者の傍らに身を置き死者との共存共生共闘死者と共にあり死者と共に生き死者と共に戦うことを理念として掲げひたすら死者による裁きを神仏に根性し記念し立てまつる国家官業を志すものである仰ぎ願わくば南無天下官業一生暗国の大同士一円大聖人聖護自国不邪王人民天下太平国土安穏万民家楽この法理を天然し広く主上を利益したまわんことを南無妙法蓮華経また地位協定に基づく沖縄をはじめとするすべての在日米軍基地の存続原発再稼働と原発海外輸出自衛隊の再軍備と海外派兵天皇制の存続再利用憲法改正等々を推進せんとする国賊安倍政権とそれに加担する政官財学の悪しき売国土に社の裁きの鉄槌が下されんことをここに記念し立てまつる南無妙法蓮華経末法下手の衝動し日蓮大聖人国家官業の書立証暗黒論に示して曰く何時早く信仰の寸心を改めて速やかに実情の一善に着せよ叱ればすなわち三内は皆仏国なり仏国それ衰えんや法はことごとく法度なり法度なんぞ破れんや国に水尾なく土に生えなくんば都で安全にして
心はこれ善状ならん。この言葉、このこと、信ずべくあがむべし、南無妙法蓮華経。JKS47、本祈祷団四十七士に集う我ら一同、四神懺悔無始来自他法号、在生消滅同年剣を心力不在、願にし苦毒不入を一切、打倒用主上、海無常仏道、内視崩壊平等利益、南無妙法蓮華経、南無妙法蓮華経。一緒に三つ羽を歌いたいと思います。式次第の最後のページになります。最後のページ2番からご一緒に唱和したいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ご一緒にご唱和よろしくお願いいたします。夜明けさまへ降り朝焼けの
それでは JK 仕事支部を代表して上杉成分よりご挨拶を仕事申し上げます。最近時々欠席をする2ヶ月ぐらいやってまいりました。セミはあのうちの方と同じです。アブラゼミ、クマゼミが今は関係ない。なかなかあの皆さんがいろいろお集まりいただいて、私の、知らない間に、大勢の方が参加をいただきました。大変ありがとうございます。式の前に、その時間というのをだんだん、内容が豊富になってくるとしたので、いろいろ、工夫するのも大変だと思います。私はあの特別あのこれといった先々月コロナについてちょっとお話をいたしましたけど、まああのこれは何でしょうね、アメリカのそういう情報というものを元にして書かれているのでしょうか。天安門のことを書いた宇多川翔さんが台湾から帰化された楊さんという方、楊さんと言いますか、我が敵習近平というものがありまして、初めはなんかちょっと平積みされてたらしいですけど、ほとんど書評が全然出ないので、なんかとんでも本のような扱いになってるのかなという気がいたしますけど、まあそこで、もう武漢ウイルスが生物化学兵器であるということをもう断言しておりまして、なかなかそこそのことについてひたすら書いているわけではないわけでありまして、まあ面白かったんですけど、まあそれを、まあ、反証する資料というのが、まあ、ほとんどアメリカから出ていて、まあ、アメリカの、そもそもそのウイルス研究が協力しているということがあるわけですから、まあ、同じあのムジナのような気もしますけど、まあ、結局文化大革命であの農村を追われて天安門に参加して日本に亡命してきて日本に帰化した作家なので、習近平と今の政権憎しというこの人たちを取っといたら世界が壊れてしまうということをひたすら訴えている本でございました。で私は何にそれなりに面白く読んだんですけど、なかなか日本人がそれについて何か言っているという記事を一切目にしていないので、書評なんかがそのインターネットやなんかで出てるんでしょうかね、私自体インターネットにいませんので、まあそんな本があって、まあコロナに関する本では、まあ、とんでも本というのでしょうか、その本がまあ面白かったんですけど、まあ相変わらずもうすることがないので、コロナ関連本とかの読んだり、まあ戦争と文学というなんかその集英社が出てますので、私あの日露戦争の時からのやつをまた読み直していたりしまして、まあ一番コロナについて、勉強しなきゃいけないなと思ったのはファシズムの問題でして、ちょうど、ドイツとかイタリアのファシズムの問題をまあ、つけ焼きるですが勉強をしています。まあ同調圧力であるとか自粛であるとかそういうのを見てますと、まあ非常にソフトな圧力という気もいたします。で別にこれといった面白いことを申し上げることもできませんので、毎度の皆様の絶大なるご協力を心より感謝いたしまして、まとまりませんが
本題のご挨拶に変えさせていただきました。どうもお暑い中、今日はありがとうございました。それでは、テント広場を代表して、三上さんに一言お願い申し上げます。毎月ありがとうございます。ね、まあ今暑い暑いと言ってくるけど、まあ週間も過ぎれば100風が吹く季節になってくると思いますね。今年は長ね、梅雨が長引いて長梅雨でちょっと少し気持ちの日々だったんですが、まあなんといってもね、特別の夏だなんていう小池知事がね、言葉を操って、なんとなしに自粛しなきゃいけない、なんとなしに、なんか、しんまりと家に引っ込んでなきゃいけないような、そんなね、雰囲気を、なんか、おとなしくなるというか、どうもこれは職人さん、なんか面白くないなというふうに思ってまして、まあ、自分としてはね、年が年ですから、あまり外へ出て動くこともそんなに意欲があるわけじゃないからいいんだけど、社会全般にこういうことを言うのはね、とんでもない話だっていうふうにずっと思ってきました。まあそういう中でね、今先ほど言われましたように、今年の特別な夏は何が記憶に残るんだろうなというふうなことを思っていましたんですが、ただ安倍首相がね、まあ、在何日、2700何日だと、7年7ヶ月かということで、話題になってるんですが、でもこれはもう安倍の終わりのね、一つの、安倍はね、体が動かなかった、体が反応しなかったんだろうなというふうに思いますが、でこれは具体的な意味での、ね、コロナに対する対策という意味でも、コロナ問題に対する哲学的な、あるいは理念的な全体の問題としてこれをこう考えるかという意味での性的なですね、問題提起というものが何もなされないという意味ではですね、まあ無意無策というか、そういうもので当然だろうなと思ったんですが、こういうことをね、見ながら、この安倍政権がなんで7年7ヶ月も続いてきたんだろうなということを、ずっとこの間考えてました。で、やっぱり安倍政権というのは、コロナ問題や、まあ、自然災害もそうですが、そういうものに関してはほとんど対応力が持たない。で、唯一、多分、安倍政権の持っている特質があるとすれば、それは国家を強化する。国家、まあ、古い意味での国家主義なんですね。専門的な意味での国家主義ではないんですが、官僚的国家主義の伝統なんですけど、まあ、岸優介の影響を持っているわけですね。で、これで、あとはやっぱり、対外的には戦争戦争能力っていうか、国家のね、制御する。で、対外的には、治安能力、まあ、統治能力っていうのもいいですが、治安能力を強めるっていうことを、根本においてですね、まあ、一番その中心には憲法改正というものを置いていたわけですが、これをやっぱり戦後の日本の回復というか、戦後日本が敗戦によって受けた最大 のマイナス面なんだという評価をしながらですね、日本を古い日本に返していくというその場合のイメージというのは、国家の主権、国家主権、伝統的なエリアの国家体制を強化するんだと。そういう意味でそこに彼は問題の中心の確信があって、これは戦後思想の保守化の保守思想の中ではやっぱりちょっと特殊な思想家なんだろうなっていうふうに思ってますね。特殊な考えです。どっちかっていうとやっぱり岸政権直系に近くて、で彼の大内であった佐藤栄作はね、そういうものを反面持ってたんですが、反面はですねやっぱり彼は吉田茂の影響もあって、やはり経済主義、経済的な考え方って、経済主義ってことがあって、武装に関しては軽武装というふうに言われたんですが、国家の戦後国家のアメリカが国家を受け入れてきた、あるいは戦後プレジャーアメリカっていうよりは、戦後の民主主義体制っていうかね、一定の形で国民主権を反映された
治体制っていうのはいいんだっていうか、これは徹底的に捉えるしかないんだっていうような意味で、結構、自分の領土からやっておいたわけです。校舎の中にはちょっとあったんですね。で、こういう校舎の中で、やはりこういうものがやっぱり生産しなきゃいけないっていう、で戦後に戻すんだ。それ大体我々は戦後に、戦前に戻すというと、天皇制的な国家に戻すというイメージなんですが、天皇制的なものというよりは、ちょっとずれたところで、まあ、岸先生がそうだったように、彼は戦前も、天皇制に関しては天皇干渉と不再起を信奉してまして、ちょっと天皇新選派の右翼というか、差し分的な右翼とは違ったんですが、そういう流れの中にあった岸なんですね。でも、これを考えて、だから彼はずっとアベノミクスとかいろんなこと言ってました。これは本当は彼の政策ではなくて、彼が王子のであった佐藤栄作が池田内閣の後を継いでですね、経済的なものと政治的なものをミックスした形で国民的なやっぱり基盤を獲得するということの伝統をですね、ある程度学んだ政治政策だったんだろうなという方針だったんだけど、彼の本音はやっぱり基本的には国家主権の強化であり国家体制の強化であるということであってね、だから彼にとって命の問題というか、まあ切実な国の課題というのは国家がやるべき課題というのは何だったら、やっぱり相変わらず戦争に対応することであり、そのためにですね、戦争担当の国家が強めることだという、そういう考え方だったんですね。でも考えてみるとですね、3.11 の事件やその後の自然災害やですね、コロナ問題なんか考えるとね、やっぱり今の世界の中で国家が要求している、あるいは社会が強国なものを要求している国民の命との問題から見るとね、それはやっぱちょっとピントがずれてんだ、まあそれがないとは言わないんですけど、そういうものは違うんだよということをやっぱり露呈してるんだと思うんですね。でそういう意味でですね、じゃあ我々がどういう形で、こういうものに対応する国家のあり方、共同のあり方とか社会のあり方っていうものを定義できるかっていうと、なかなかまあイメージはなかなか構成しにくいんですけど、少なくとも旧来の意味で国家を強化すればいい、国家間体制を強化すればいい、国家を強化して国家主権を強化すればいいという考え方はやっぱり均等がずれている。つまりコロナ問題やね、いやこういう問題はやっぱり肝心誰もが言うより武器や商人でね、軍人でですね、解決できないんだよねっていう、こんなものの整備や強化で解決できないんだよねっていうことをですね、強調してましてね。で、これは彼がやっぱり今のコロナ問題に対応できなかった背景に、やはり彼は軍事体制っていうか、軍備の体制に膨大な金を吸い込んでるんですね。で、本当の意味で言えば、医療体制とかそういうものに向けなければいけない金を本当に削減してきたというか、本当に削ってそういう形でやってきたことの結果があってね、だからいざコロナ問題で対応すると体も動かないし、具体的な医療体制が対応できる基盤がもともと壊されていたというね、そういう現状の中に直面したんだと思いますね。でこういう中で、まあ僕らはやがて安倍は終わるだろうって、まあ今安倍の勝手の終わりは2010年ですが、2010年に民主党政権が登場したわけですね。で民主党政権はまあいろいろ批判ありますけどね、今度時のね、民主党政権が出していた政策っていうのはね、そんなに悪くはなかったと思うんですよ。辺野古の問題にもそうですし、官僚制の改革もそうで、内政ではね、改正では日米関係をやっぱりもう一回見直すとか、いろいろかなり大胆な方針出してたんですね。でも彼らは権力に直面したら、途端にやはり官僚との戦いの中でほとんど何も実現できなかったっていうことの問題をね、だから彼らがどういう意味で組織内的にきちっとそれに対応できる哲学というか理念というか、あるいは具体策というか、そういうものをですね、日米関係の問題から辺野古問題、あるいは原発問題、あるいはね、コロナ対策の問題、まあ、コロナ対策問題では彼らは新型インフルエンザ対策っていうものを当時出しちゃったんですが、そういうものを総合的に見直してね、でもう一回ここでやはり政権のキャラとしてきちっとした対応をやっぱりやってもらいたいというふうに思ってますね。で僕らはですね、その時同時に民主党政権を見た時の弱さはね、何だったんだろうかっていうと、やはり彼らがね、一方で
国民の支持を得ながらね、その当時の時代のやっぱり様々な大衆運動というか、原発運動もそうですし、沖縄の辺野古運動もそうだったんですが、そういう運動をですね、やはり彼らが議会内で権力の交代を担うということと、その大衆運動をちゃんと自分たちの政治の中に取り込んでいくということが、両輪のことなんだよということをですね、やはり考えて持ってなかったということが、意外と脆かった大きな原因であってね、で今後やっぱり政権交代するときにはね、きちっとそういう様々な大衆運動の中のある動きをですね、彼らがきちっと踏み込んでいって、そしてその中にそれを政党に反映していくという両面をですね、具体的な将来に向かうプランと、また具体的な全体的な哲学とともにですね、そういう考え方をきちっと身につけてもらいたいというふうに思っています。で、多分安倍の終わりに対してね、我々が何をしたらいいのか、何をすべきかということの問題の中で、この問題がね、改めて問われてくると思うんですが、そういう意味で僕らは、皆さん一緒にですね、ここで経産省でね、僕らがやっぱりこういう形で抗議やってる運動をね、きちっと、やはりこれもともとこんな小さな形じゃなくて、全体的に行わなきゃいけないんだ。国会もそうですし、あらゆるところで展開されている運動がですね、両面のプロになって、そして初めて社会が変わっていくんだ。社会が変わっていくし、社会もね、社会が作られていくんだ。いうような意味でもですね、考えをきちんと伝達しながらやっぱりやっていきたいと思いますし、この意味では皆さんと一緒にですね、ここでこういうような形でやっていることの意味をね、今後の政権交代やこれからの運動の中でもですね、ちゃんとした形で主張してですね、やっていきたいと思っています。その意味では今後も続けていきたいと思いますので、よろしくお願いします。どうもありがとうございました。こちらこそありがとうございました。また8月の天気広場の皆様、本当にありがとうございます。特に本日は芸能時間、三上さんにも初登場していただきまして、また今回初登場の方が多かったんですけど、大変盛り上げていただきました。ことに飛び入りでですね、素晴らしい、客足の音色で、使者を鎮魂していただきました黒柄有田さん、どうも本当にありがとうございました。できましたらぜひ次回もよろしくお願い申し上げます。本日は誠にありがとうございました。それではまた9月でございますが、またご連絡いたしますのでよろしくお願いします。ありがとうございました。お時間のある方はこの後の懇親会がありますので、それでご参加いただけたと思いますので、よろしくお願いします。